調布市教育相談所です。この動画では、就学相談における発達検査についてお話しいたします。本日お話しさせていただく内容になります。1、発達検査とは2、就学相談で検査が必要な理由3、就学相談で検査の取り扱いについて4、 発達検査の流れ以上四点と、よく保護者の皆様からいただくご質問についてお答えさせていただきますまず、発達検査とは何かについてご説明いたします発達検査は、心身の発達の状態を調べる検査のことで知的発達も含む、より幅広い領域の精神発達の状態を 測定するものですお子様の得意なところ、苦手なところについて知ることができますまた、その結果からお子様が持つ課題への指導や支援を考えていくことができますただし、検査場面は余計な刺激がない静かな空間であり普段の生活とは異なる一場面を切り取ったものになります 結果は普段の生活のご様子と照らし合わせながらご活用ください。就学相談でよく使われる検査は、田中美妙検査、ウィスク、審判形式発達検査などがあります。次に、就学相談で検査が必要な理由についてご説明します。就学相談では、 お子様の発達の状況を客観的に把握し、お子様の過ごしやすい学習環境を考える資料の一つとするために発達検査を行っていますまた、就学支援委員会にて、お子様に必要な支援や配慮を具体的に提案するために使用しておりますお子様の能力が十分に育つ環境や課題設定について、保護者の皆様と一緒に考えていきたいと思っております 3つ目に、検査結果の取り扱いについてです。就学相談では、検査結果を医師の診察記録やお子様に参加していただく就学体験会の記録などと合わせて、就学先を検討する際の資料としています。そのため、検査結果のみで就学先について判断することはありません。また、 保護者様の同意の上で、就学先の学校と検査結果を共有させていただき、学校生活での支援に活用しております。四つ目に、検査の流れについてご説明します。発達検査の種類は、お子様の発達に合わせて心理師が選んで実施します。検査によりますが、 所要時間は休憩を含め、おおむね1時間から1時間30分前後です。また、お子様の集中や疲労の度合いによっては、2日に分けて実施することもあります。その際には、再度日程調整をさせていただきます。検査結果は、後日保護者様へ説明させていただきます。まず、検査時のお子様の様子。 発達指数や得意な部分、苦手な部分についてお伝えしますそれらを踏まえて、お子様の今後の学校生活において考えられる支援について提案いたします注意点として、発達検査はあくまでも心身の発達状態を調べる方法ですそのため、検査はお子様の全てを表すものではありません その時点での発達状態を図っているもので、体調や気分によって結果が変わる可能性も踏まえてご確認ください。次によくいただく質問について説明いたします。まず、発達検査を受ける時期は遅い方がいいでしょうかという質問をいただく場合があります。発達指数は、 検査を受けた時点の年齢平均に応じて設定されています。そのため、検査の時期を遅,遅らせた方が良い結果が出るということは基本的にはありません。検査を受ける時期を遅くしたために、就学相談の手続きが先延ばしになってしまい、就学先を十分に検討できなくなってしまうこともあります。お子様の就学先をじっくり考えていただくためにも、 ゆとりををっててて早めめに受験ししいいただくことをお勧めしていま,すまた検査の結果を見て苦手なところを学校の支援などで伸ばしていけば課題は解決しますかという質問をいただくことがあります検査で測っている発達状態はお子様がもともと持っている基礎的な力であり 基本的にはは大きなな変動いいと言われています。大半のお子様は得意な部分と苦手な部分があり苦手な部分には支援や指導を通して成長する部分もありますですが苦手なことに取り組むということはお子様に負荷をかけるということでもありますそのためそのお子様が得意なことを生かして苦手なところを支援することが第一に求められます 得意なことを活かして楽しく生活できるようになることを目指すことが大切です。以上、発達検査について簡単に説明をさせていただきました。ご質問につきましては、調布市教育相談所、修学相談担当までご連絡ください。ご視聴ありがとうございました。